ものすごいスピードでなんか通り過ぎていった。あのワームみたいなのもあった。あ、ワームか。あ、このタイプはもう壁突き抜けてくるんで。ワーム2匹おる、2匹おる。パッ、ブブブブ、おー、たまかし。あー、あー、お墓だらけ。これはきつい。どうですか、ここまでの撮影で2ヶ月分ぐらい、ええ、20週間。まあまあハイスピードな編集ですね。じっくり引っ張られへんかな、これで。家をいっぱい見つけたよっていう。そうそうそう。左端に走っていきましょうか。それだけやっておきましょうか。それやりましょう。多分そんな時間かかんないと思う。行こう行こう。さすがに。未だ端までたどり着いたことがないからな。これ一番ちっちゃいマップですからね。ちっちゃいマップだと本当今までの分が全部凝縮されてるんで、すぐ。しかも足早い2人とも。気持ちいい。エルメスの靴があるとね、早い。大丈夫です、知らないからね。ちょっと待って、マジどうすればいいんやろうか。まあまあ強いですからね、これ。これは、おお、なんか飛んできた。ででで、死ぬ。おいおいおい、頭が死んでる。それ水の中に入ってジャンプしてくれば。いや、そんな難しい、そんないろんなことを同時にできないですよ。砂漠だ。作業しとこう。あ、でももうちょっと怖いな。とりあえず穴埋めます。いいですね。なぜゾンビは水の中でも生きていける？ゾンビだから。ゾンビってそっか、生きてはないのか。あ、埋めてくれてる、ありがたい。アバ。砂漠自体がそもそも短いみたいな。本当だ。あっという間でしたね。ちっちゃいとね、全然違います。ていうか、マップ端に進むのもめちゃくちゃ早いな。ここジャングルっす。へえ。これ僕は壁登れ、若干敵が強いとか、なるほど、ね、いいものを手に入るとかにはなってます。綺麗に水流れていったな。何か階段を立てるか。とりあえず穴埋めはしときました。空中に置けるブロックってないんですか？あの壁がないと置けないんで。ね。そのシステムがな、忠実やねんな。逆に階段を作るんじゃ。よしよしよし。よほら、できたできた。あの階段便利。階段なんてあったっけ今。ここちょっと道にしといたんで。ナイスナイス。あ、ちょっとここわからん。あ、ジャングルやからこうなんかちょっと生い茂ってる感があるのか。赤い木がある。ピラニアス。ピラニアは地味強いんで気をつけてください。すげえな。湿地帯だね。あ、なるほど。すごい花だ。ジャングルの場所の木はジャングルの木とかジャングルのスライムとかね、結構。そんなんもあるよ。ジャングルのところだとちょっと変わったこういうスナッチャーみたいな植物系のなんか敵とか気をつけて死なないでください。死ぬ。やばいやばい。死にかけて。王様はちょっとあのこれを捨てるんで、アイテム落とす。はい。あ、もう多分今吸い込まれたと思います。これかな、小さなポーション、若干回復できる。あ、もう十分。あ、ここも上に上がんないとね。これも難所ですね。足はこれでいいや。はい、こっちでいいや。加工場の足もあるわ。あれなんですね、ハードはやっぱり広かったんやな。うん、こんなにハードと、多分大きさが中とか大とかそういうあれだったんで、かなり大変ですね。
これ完全にやり込んで、あと何もない人がやるもんやったんや。このゲーム結構人数やれるんで、多分台とかって8人とかでやるものなんじゃないかなと思ってるんですけどあれをそう、友達がいるんや。じゃあ無理や。なるほどね。正直僕がよかったら小を、あの小とか中、多くて中ぐらいで全あのいくつかワールド行けばいいかなみたいな。ヨーヨー使いこなしてるな。ヨーヨーいいですよ。ヨーヨー当たっ、ね、3、4回的に跳ねる。4回を4、5回か跳ねるんで。すげえ。ここはね、めっちゃかっこいいのある、ね、ソウルイーターや。ここはね、後でそのうち来る場所ですね。結構火力高いんで気をつけてください。で、足場がねかなりないんで、あ、違う違う、ね、あ、すごいすごいすごい、危ない二段ジャンプできてよかったやべ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 、ジャンプいけるかな。押したらまあ落下死すると思う。落下死かもしくは敵に囲まれて死ぬかどっちか恐ろしい場所だ。戻ってくるのが嫌ですよね、ここまで結構めんどくさいよ。また死んでとか繰り返すしんどいですよ。初めの心折れる嫌なポイントだけ世界があるんやったら縦に掘らんでも横でよかったな。でも縦はまあまあ結局降りなきゃいけないんで。あ、すごいすごい、ちょっとソウルイーターすごいな。そう、出口塞いだりとか。いや、ソウルイーターに押されて落ちるがあるんで。ああ、なるほど怖いんですよ。穴埋めが大事な理由です。でもやっぱあのハードの敵と比べればまだそのダメージ通るなって感じ。そう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 、ダメージが通ってるからまだ戦ってる気がする。ハードのスライムぐらいの強さじゃないですか、うん、あ、そうね間違いないですねこれやらかみたいな。あ、やば、下めっちゃあれだな。このまま滑っていきます。どうしようかなって感じですね。3人とも滑れるかな。滑れるから滑ってもいいか。それもそうっすね。ここら辺で足場を押しましょう。いや、きついな。戦ってもらって戦ってもらっていいですか。すごい量だな足場を置きます。もうなんか諦めろと言わんばかりの量くるな。ちょっと待ってから来る場所すごいな、 2D の画面を待ってるここは下に開けちゃって。確かにここまだ掘れないんですよね。掘れたらいいんですけど、あ、素材が危ない危ない危ない。そうなんですよ、壁が掘れないから。それがあれなんですよ。水でも深いな。ちょっと待って、もう他のことできよし、で、すごい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 。ちょっとずつ前に、あ、よしよし。いや、これはもうあれやな、ちゃんと録画できてたら4ヶ月分ぐらいいけるな牛ホもいいとこじゃないですかちょっとあの別撮りで明けましておめでとうございますだけ撮らせてくださいしばらくは過去動画が続きますがないてあの水はすごいな。ソウルイーターが暮らしてないところ行きたいな。でもやっぱ足場作っといた方がいいな。邪悪な金魚、邪悪な金魚してきますか。これやべえんじゃねえ、俺これやばいなそっち側は死ぬなちょっと道だけ作っときましょうか。いけるかな。ちょっと頑張ってみます。追いついてください頑張ってはみます。割とここまではもう道ある、走ればエルメスですからね、なんたって
エルメスってそういうこと考えて作ってんのかな。ジャングルとか湿地帯とか行けるように作ってんのかな。これなもうちょっと上に作ってみましょうか。あるんですけどね、一応水の中でもその息が続くみたいな。あ、ゴフィン石膏だ。ちょっと待って、無理だ。普通に出てくる。あの暴走族に目つけられた。お、え、こいつずっとクリアン。結構アングリータンブラー。うん、あのぐるぐる回ってる人。もうスライムにやられてんもん。あ、やばいやばいやばい、ちょっと、まあ、そこまでいければ多分大丈夫だと思う。ゴブリン、へぇ、ゴブリン素材がない。ちょっとゴブリンやめて。よし、ずーっと水ですね。だいぶなんか広いですね。でもなんか背景が海っぽくなってきた。いいっすね。そう、海もね結構大事なアイテムがあったりするので、初めは海に到達するのはとりあえず目的みたいな。砂漠と海が結構大事で。なるほど。砂漠がピラミッドで。ちょっと集中せなかったこれ。エルメス防水ではないな。水の中ではスピード落ちるな。だんだんなんかこうエルメスもスピード落ちる瞬間があるからなんかイラッとしてくるとかね。そう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 。いいものをつけすぎて粗悪な品のように見える。よっ。今どこだ。あ、でも第二砂漠したりする。おーな、すごいな。やばいの来た、やばいの来た、やばいの、見たことないやつ来た。頑張って。あ、ちょっと気をつけて。あ、危ない。あ、でもあれかな、ちょっとここで一回。よし、これでこっちも手に入ったし。そう、別のマップまで追っかけてくんなよ、ちょっと。僕がもし無事2人のところにたどり着いたとしたら10匹以上いろんなものを連れていくと思います。いやでも全然あいつおれへん。さっきのやつソウルイーター。よしよし、ここまで来れたら、来れた、まっすぐ行ってもらえれば。やべ、危ねえ。割とよし、少し補充もできた。これで快適な、これは快適。よし、もうないです、土。あ、土僕がじゃあまだ200個あるんで。よし、まっすぐやっといてもらえれば。ちょっとまっすぐやっといてもらえれば。スピード、自分の歩くスピードと土の設置スピードが。はい、マッチがからもやってくれ。よしよし。故郷事業か。できたです。あ、本当いいですね。ちょっと色がまがまがしい気がしますけど。こっちはこっちまで来てたんや、2人とも。これがね、あ、釣り人がいる。あ、ほんまや。ああ、僕ちょっと先行きますけど。クエストとかくれるんや。フィリップ、すんごいところに寝てるね。PS4 の限界までの雪の地域にある湖か、と、もういいや。あ、そうそう、ここね、あれなんですよ。釣りができるんですけど、はいはい、釣りで、なんか、
ったりするとなんかもらえるみたいな、そんなに僕もやってないんですけどね、その何かもらえるみたいな。あ、サメとかもね倒しておくといいんですよね。サメの装備とか作れるんかな、めっちゃかっこいいやん。装備っていうわけじゃないんですけど、素材、銃の素材とか牙とか、あとフィンがあればその、サメのヒレ出た。サメのヒレがあるとね、その水中動きやすくなるやつとか手に入るんで結構大事なんですよ。うわ、また来た。サメ装備あったらいいのにな。あと銃、強い銃を、中盤で強い銃を作るのにサメは確かいるはず。ここはメガシャークっていう銃なんですけど。サメも種類あんねや。で、そっか、じゃあトピラゲとかと、あの僕が下に投げてるライトスティックとかが出てくるんで、明かり的にもやっぱりあのかっこいい光はキラボシさんが置いてたんか。土とかもうちょっともらいたいな。あ、キラボシさん、ちょっと終わった。開けてください、自分で。これどうしたらいい、これ。これどうしたらいい、これ。戻ってきて、ここ開けてくれ。お前ね、そう。蓋すると結構、落ちたとき地獄なんで。ここ開けとこっか。お子さん、まだ土あります？ありますよ。ちょっともらっていいですか？これどうやって渡したらいいんやろ。三角で物持って、でするとあのアイテム落とすってあるんで、それを落としてもらって落とす、ちょっともらいます。130あるので、できるかちょっと試します。多分できるじゃないかな。土で一旦、はい、そのまま自分の身を守ってください。全然ハードより弱い。それが普通ですか。プレイヤースキルでなんとかなるっていうところが僕らの知ってるテラリアです。サメキとサメキとデビュー戦をハードで迎えたからね。中継地点作りたかったんですけど、ね、ちょっと。あ、なるほど。あ、デミオ3用にピンククラゲ装備。そんなあんのか。全然わかんない。揃えないと。ジャングルも見てるし、次回完結ということでいけるかな。もう少しだね。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。